こんにちは。デモクラシータイムズ、小木原博子のこんなことが大変ご好評いただいていますが、マイナー保険証のシリーズ、今日は大変怒っている小木原さんを紹介いたしたいと思います。うん、いや、私ね、結構怒ってるのは、<laughs> あの、マイナンバーとマイナンバーカードっていうのは別物だってことはずっと言ってるじゃないですか。うん、そ,うそうそうそう。でも、それをわざとごっちゃにしてるんじゃないかと。 なるほど。だから、多分ね、これを見ている人の中には、うん、マイナンバーカードというのは、うん、マイナンバーが書かれたカードなんだと思っている人が結構いるんじゃないかと思うんですよ。うん、なるほど。でもね、マイナンバーは、マイナンバーを書いたカードではないんです。うん、あの、マイナンバーカードっていうのは、あの、精度も、あの、作りも全然違うんです。でちょっとこれを見ていただくと分、うん、これですね。わかりますが、この、 マイナンバーというのは社会保障と税の番号制度という制度なんですね。うん、それで、このマイナンバーというのはもう全ての国民に割り振られてるんですよ。そう。 知らないうちに強制されてる。強制されてる。うん、それでしかも12桁の番号なんですよ。うんうん、で、この暗証番号っていうのが自分で決めるんですけど、うん、6桁から16桁の英語とす、あの、英数字をごちゃ混ぜにした6桁から 16, 16桁っていうすごい、あの、厳重な、こう、鍵がかかっているカードなんですよ、うんで。これはなんでそんなに厳重になってるのかっていうと、うん、目的が行政のデジタル化だからですよ。 えというのは、要するに国民の方からどうこうしてもらいたいっていうんじゃなく、うん、行政の方が何か施策をするときに、ううこういうふうに数字に振ってあると便利だよね。そうです。っていうことで使ってるもの。おっしゃる通り。ですから、うん、行政の方でいろいろ手続きをするのに、うんあの、今紙でやってるのを全部デジタル化したら、うん、ものすごい便利だよね。うん、だからそのためには、このマイナンバーを、うんえー、皆さんにどうって振って、 で、うん、それで例えば何かあった時にあの一つの番号でその人のとかだーって出てくるわけですよ。まあいわゆる名寄せというか、うね、情報がこう集めてみられる。そう,そう。だからそういう,うあの行政のデジタル化のために。 振った番号なんですよ。なるほど。だから社会保障と税とかっていうのが中心だそ。そうなんです。で、このマイナンバーカードというのは国民 I. D. 制度という、また全然違う制度のカードなんですよ。で、このカードは、あの強制ではないんですね。 なん,なんで強制なのかではないかっていうと、このカードの目的というのは、うん、まあ本人の ID を証明するっていうのはあるんですけれども、うん、それと個人情報を幅広く収集して、うん、まあいろんなところに提供すると。うん、その目的なんで目的は全然違うし、うん、あとこの個人情報の収集っていうのは、うん、皆さんが同意しなければできない話ですよね。なるほど。あ、なるほどね。マイナンバーの方は行政の方のデジタル化が目的だから、うん 国民がこの情報は提供したくないとかしたいとかって言うんじゃなく国の方がもう一斉に決めて税金のこの情報はもう番号を振って全部取っちゃう、取っておくよってこういうふうな仕組みになってる。そうなんです、ね、マイナンバーカードの方はまあ本人が自分の証明に使うっていうことと自分の個人情報がこれは使ってもいいですよっていうものについては 提供をしていただくと。そういうためにはそういうこと。全然違うじゃん。全然違う。だから制度が違うんですよ。だけど、この制度が違うのを、なんかね、意図してなのか、それともわからなくてなのかよくわからないんだけど、岸田さんは、ごちゃごちゃに使ってますね。そう。つい最近も、記者会見で、小木屋さんから聞いたらね、確かに変なこと言ってるんですよね。だからマイナンバーを使って、このデジタル行政 改革をするっていうの三つの項目を挙げてんですけど二、うん、つはマイナンバーを使ってみたいな話をしてて三、うん、つ目がいき,なんかいきなりマイナンバーカードが出てくるんだけど<ー>だからなんてこれごちゃごちゃですよねって。 っていう話なんですよ。うん、それで、ううん、あの、マイナンバーの場合には、もう、みんなが振られているんだけれども、うん、ただ、あの、前に、その、重器ネットってありましたよね。ありました、ありました。あの時、みんな大反対しました自分の個人情報を、うん、勝手に取るな,<つ>取るなと。で、そういう反対とか、訴訟とか、いろんなことがあったんで、うん、マイナンバーの方は、今、分散管理をしてるんですよ。 だから、いろんなぎょところで、うん、使うところで、こう、分散して管理をしているので、うん、一つの一箇所にだって集めて、うんえー、政府が全部管理してるってことではないんです。うん、だから、そういう意味では皆さん、マイナンバーは、まあ、それでもいち、いろんなところに分散してるから、安心だねと思う人は結構いると思うんですよ。よねうん、でも、マイナンバーカードは、そういう処置じゃないんです。さっき、あの、実はマイナンバーカードって、うん、例えば、 医療の,あのマイナ保険証ですよね、うん、マイナ保険証に皆さんがいろんなデータを入れるじゃないですか、うん、そうするとこのマイナポータルとというところにここにまあ一覧で出てるわけじゃなくてこのそれぞれに入っていくと全部そこに情報がついている、うん、だからあの例えばカルテの情報まだカルテはできてませんけど、うん、将来像ですからこの診療報酬とか、うん、まあいろんな報酬がその人の個人情報ですよ、うん、まさにね、うん、そういうものが全部見られるようになっている。うん しかも、うん、このマイナンバーカードの場合には、うん、この PHR 事業者というのがありますけども、うん、これは民間企業ですよね。純粋に民間の企業なんだ,民間だから PHR 事業者の協、まあ、会っていうのが今あっていろんな富士通とか,か NTT データがいっぱい入ってますよあの民間企業が。 見らられるという,っていうかここから情報もらえる例えばビッグデータにはなりますけど、うん、それでも個人情報もらえちゃう,っていうえこれはさっきの,、うん、あの区別ねマイナンバーとマイナンバーカードの区別から言うと、うん、マイナンバーカードの方に載っている情報だから、えっと、立てつけとしては本人がこの情報は、まあ、ビッグデータ化するんだったら収集してお使いになっていいですよ って言ったことになっていて。うん 入ってこれるとこと。でね、確かに本人の同意が必要なんです。うんうん、だけど、例えば病院に行きますよね。うん、病院に行ってマイナンバーカードを入れますよね。うん、そうすると皆さん結構なんかマイナー保険証を使うとより良い医療ができるってことを吹き込まれてるじゃないですか。そうそうそう吹き込まれてそうするとより良い医療をしてもらうのに同意しますかっていうのが出てくるんですよ。ほ、うん、それはオ、OK、ッです。まず、ね、まずみんな誰も同意しますよね。<laughs> より良くないのは嫌でで <laughs> いやだ。ね。同意する、同意する、同意する、同意するって最後。 にまで同意するんですよだいたい普通の人は、うん、当然ねそうすると同意したってことでこっちに上がっちゃうんですよえ、でもそれはさ最初のところであなたのこれから受ける診療の内容についてはまあ匿名化はしますけれども他のところに使わせていただきますがいいですかって書かれから いやって言う人もいるよ。いますね。そういうふうに書かれていたらね。うんうん、でもそうじゃなくて、あの、政府がまず説明しているのは、より良い医療を受けるためには、うん、マイナンバーカードが必要っていうのをまず吹き込んでるじゃないですか。うんうん、そうすると、カードを持ってって、あなたはこのあれに同意しますかって言われると、やっぱりみんな同意しちゃうんですよ。それそうです、ね。同意しないっていう選択はなかなかできない。 だから同意同意同意できちゃいますよね。うん、それと、この間法改正をして、うん、あなたの年金口座、うんえー、つけてもいい、紐付けてもいいですかっていうのが、ノーっていうふうに書いて送り返さないと全部、 つけちゃうっていうね。うん、これからそれは銀行口座にもそうやってやってくるんだけれども、<ー>結局そうやってどん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 こう、情報が集まってくるんで、個人情報。なるほど。それを、あのー、それを、まあ、もちろん、内々で、例えば、うん、マイナンバーは、内々でしか使わないんです。うん うちうちというのは行政の中っていう、うん。行政の中でしか使、使わないんです。だから、その代わり、マイナンバーで何か事故が起きたら、うん、行政が100%責任を持つんです。うん、漏えいしたとか。とか。な,んかなりすましの他の人がなんかしてきたってことになったら。そ,そ,そ,うん、それはなぜかっていうと、あの、国がもうそういう100%保証している制度だから、その代わり外には漏らさない。でも、マイナンバーカードは、うん、もう民間もみんな行ったり来たりしてる制度なので、うん ここはうち責任持ちませんよってことになったあ,ありましたねそういうの、うん、恋または住家室でないかり,いりだから、ね、マイナンバーカードとマイナンバー全く違うもので、うん、でも皆さんなんとなくマイナンバーっていうのはマイナンバーカードでなんか行政の、うんうん、あのデジタル化が進むんだったらそれに協力しなきゃいけないのかなと思わされてるで実はなんか進んでるんですよねマイナンバーによる 情報の提携とかデジタルそうなんですだからマイナンバーがあるからもうねいらないんですマイナンバーカードは。そだってマイナンバーカードなくてもこれだってこれはマイナンバーによる情報連携でしょこれはできるんですもん。これはんか総務省の資料なんですけどここにはどこにもマイナンバーカード出てこないですよ。これはででできるんすマイナンバーだけ ところが、さらにマイナンバーカードというのを作るのは、うん、なぜかと言ったら、その自分の、まあ、ID ね、ID にするっていうのはありますけど、うん、もう一つやっぱり情報ですよね。うん、そういう意味ではこう、情報を、 本当に自分の情報をどんどん出していいよっていう人はなかなかいないんじゃないかと思うけれどもそう,、ね、そういう説明をしっかりされていない、うん、でこれ DX っていうんですけどもうん、うん、あのその皆さんの情報を集めて、うん、あのそれを、えー、皆さんより良い生活のために使えますよっていうことは、うん いろんんな国でではやってるすよ例えばデンマークとかスウェーデンとか北欧の方でもやってるんですよ DX は。でも例えばデンマークなんかはもう60年ぐらいかけてみんなのコンセンサスを得てこういうもんだったらいいねみたいなところでやってたりするんですよ。そういうところがねなんかね全く抜け落ちてて説明も全くなく自分たちの個人情報がどこに行ってしまうのかも分からず。 で、そもそも個人情報それで、あの、どっかに集められてるってことは分かってないんだと思うんです、みんな。 そうね。教えてもらってないしね。うん、そう。だから、そういう基本的なマイナンバーとマイナンバーカードは全く別物ということさえも言われていないのに、うん、なんだか、あの、だからね、結局今、出てきてるのは、マイナンバーカードですよね。問題が紛失してるので、えー、マイナンバーの方は、そんなに情報漏れだとかなんとか出て、まあ、昔ありましたけどね、うん、少しね。でも、ないですよ。 だから、よほど悪意を持って、本当に公務員の人が、自分の見るところから入らない限りは見られないっていうことなんですよね。だから、これ、そうなんだな。なんか、 すごく宣伝はされてますね。引っ越しするときにすごい楽とか。うん、でもそれはこのマイナンバーを使ったところで、このできてたりするわけで、この上の三角形の行き来の紹介とかそういうのが楽になりましたって。まあそれは行政の内う々ちうちで、その12桁のやつでちゃんとやってもらえればよくて、そのマイナンバーカードを持たないとできない話では。 ないと。そう。だから、うん、なんでそのね、あの、マイナンバーの方は、6桁から16桁の英数字を交えた暗証番号ですよね。うん、なんでそんなに厳重にしてるの、うん、どうしてマイナンバーカードの方はたった4桁の暗証番号でいいの、うんうん、それも数字でいいんですよ。それは、たくさんの人が <laughs>、あの、そうやって、まあ、 あののそこに情報収集するためにはたくさんに普及しなきゃいけないそうかあんまりふあの複雑なあれだとたくさんに普及しないですよねじゃどんどん普及させて、うん、ここにいろんなものをこう同意したでしょ同意したでしょと言って乗っけていくことによって横丁の方のこの 業界団体っていうのかも、まあ経営団連っていうか経済団体の方で、その個人情報を上手に使って、新しいその利益が上がる事業をしようとか、するっていうのも一つありますよね。うん、だから、ま、あのね、簡単に言うとハイウェイみたいなもんですよ。高速道路みたいなものをドーンと作って、うん、さあみんなここに乗れと。うん、でも強制的に乗せることはできないから、うん、まず速道の 健康保険証を廃止すると、これ速度走れないじゃないですか。うん、<laughs> だからみんなを強制的に、あの、この高速道路に乗せたはいいけど、うん、この高速道路って皆さんだけじゃなくて、うん、民間もみんなの、行政みんな乗ってくるから、うん、もうどこで事故が起きてもおかしくないような状況になっている、うん、なるほどね、うん。だからね、そんなところにね、うん、なんか、あの、もちろんそのデジ、デジタル化は必要だと思う。うん、でもデジタル化はマイナンバーでできる。 なるほど。こっち側でやってもらえばいいわけよね。そう。だから、うん、わざわざマイナンバーカードをね、うん、こんなにしかも拙速に、うん、ねそ、あの、ハイウェイに乗らせるために速度を遮断するみたいなね、うんうん、無理無体なことをして、通すことはないですよ。そうか。そう。だから、まずね、マイナンバーカードとマイナンバーは、うん 別物、うん、これはねしっかり覚えておかないと今本当に岸田首相の話を聞いていてもごちゃごちゃに言ってますからこれねちゃんと自分で把握しとかなきゃいけませんよね。そうですね。ということでなんかまだまだこの問題は尾を引きそうなので <laughs> 変な誘導をされないようにこれからもしばしば荻原さんには登場してもらいたいと思っていまます。今日はどううもありがとうございいししした。はい、よろしくお願いします。